きなりひでチャンネル。どうもこんにちは、高島でございます。いきなりひでチャンネルと申します。今週もですね、ぜひご覧いただきたいんですが、今日は月曜日、そうですね、日曜日の深夜にオールナイトニッポン月一をやりましてね、何人の方がお聞きくださったかどうか分かりませんけども、その明け晩で、今日のいきなりひでチャンネルということです。で、今日はですね、先日お届けした池袋のガチャガチャの森、ね、あれすごかったですね。1240台ある。ね、あと2台増やして1242、日本放送の周波数と同じになるといいなと思ったんですけども、向こうはそんなこと意識してないですからね。で、たくさんのですね、動画の感想をいただきまして、これは中太郎さん、千葉のですね、男性ですね。先日の池袋のガチャガチャの森の動画、楽しかったです。ね、マスク姿でちょっとね、あれは鬱陶しい、ね、画像になってましたけども、まあ、ガチャガチャの森はこんなところかというのは、ご理解いただけたと思います。1240台もあるなんて驚きました。ね、私はガチャガチャの森のですね、店長さんっていうんですか、トップの小柄な女性の方があまりにも可愛いんでね、びっくりしましたけども、非常に感想が浅はかで恐縮ですが、私の記憶ではガチャガチャは駄菓子屋さんの店先かゲームセンターの片隅に置いてあったような記憶しかありませんでした。まあそうですよね。何度も言ってますけども、もう50近い私のせがれがですね、小さい時に筋肉マン消しゴムっていうね、金消し金消しっていうのが流行りまして、あれがちょうどねガチャガチャだったんですよ。店先にありましてね、お金を入れて、いくら入れたか覚えてませんけど、何回も何回もやりましてね、こんなね箱の中に、金消しが山のように溜まっておりまして、あいつどうしたんですかね、あれをね。その後のことはさっぱり知りませんが、また子供の遊びだとしか思っていませんでしたが、今では大人も楽しめるものなんですね。時代の流れなんですね。そこで一句。ガチャガチャで童心になる80歳。ガチャガチャの音が奏でるワクワク感。私も行ってみて面白かったんですけど、自分の、まあ、趣味嗜好みたいなことでね、ガチャガチャを選んで、だって300円、400円、500円で、高いのはもっと高いのもあるんですよ。1500円とかね。私やったので最高高かったのは500円なんですけど、こんなちっちゃいのがですね、出てくるわけですよ。で、それをこう、ね、丸い玉の中をこう外して、中から出てくるんですけど、私が趣味で、選んだものはですね、一つは、このね、非常に細かいんですけど、これ、見えますかね？これ、ボンネットがぶっ飛んでしまいましたけど、ここにこうなりまして、これが昔の大人気のね、スカイライン 2000GTR という、みんなが欲しがったという、あの名車ですね。日産さんも良かったですね。ルノーさんが株式 15% でいいやということになって、まあこれからね、新しい車をね、どんどん作っていかなきゃいけないんで、正式なタッグマッチということになったんじゃないですかね。日産とルノーと、それから三菱自動車も入る。ね、3社か、ね。前にも言いましたけれども、日産の花輪社長がパリに行くとき、その前の日に、私は日産の迎賓館でですね、一緒に食事をとったのがね、昨日のことのようであります。そういうことで、はい、ゴーンさんもああいうことになりまして、ね、いろいろあったんですけども、まあ、昔のね、懐かしい、ギディスの日産が生きていた頃、スカイライン 2000GTR。これ確か500円でしたね。ガチャガチャ。はい。それで、実はですね、これまだね、完成してないんですよ。この中にね、細かいのがいろいろ入ってるんです。これがね、実に細かすぎるんですけども、まだね、これはね、ミラーかな？サイドミラーかな？これをこう外してですね、ここに付けなきゃいけない。付けなきゃ。これが大変。私不器用ですから、難しい。それから、こちらにシールみたいになってますけども、これもですね、何が何やらわかりませんけども、細かい字で書いてありましてね、これを剥がしてですね、ここに貼らなきゃいけない。ね。そうすると、2000GTR、ね、
ボンネットの中もですね、実はすごいんだよとスタッフが言ってましたけど、そうか。どうなってるかというと、ああ、そうか、こういうことを言ってるの。これ中。へえ。まあ、物にこだわる方はですね、これだけ、細かいところまでこだわって作ってくれると、横に置いといて非常に楽しみなんじゃないですかね。これ確か500円でした。それから昔昆虫採集をね、旨としていた私としてはですね、これ、ギンヤンマ。これもね、本体だけが、これだけ出てきて、ここにほら、羽が4枚ありますよね。こういうのもね、実に自分でこう、とても細かい作業で、ここにね、つけなきゃいけない。ね。私はこういう細かいの苦手ですから、スタッフがつけてくれたんですけども、こうやって出来上がるとなんかね、いいですね。これなんか、そばに置いとくと、なんか、うん、昔の少年時代のね、鬼山銀山を追いかけた、あの当時のことが、昨日のことのように思い出されるという。よく夕方、小さな池がありましてね、そこにね、こう、銀山がね、ピーッと飛んでくるんですよね。そうすると、なんだっけ、昆虫万歳やってた、香川照之さん、あれ、撮るの待ったんですね、ピャッとね。私はそこまではうまくなかったですけども、でも何回か、銀山はですね、夕方収集しまして、私の昆虫採集を盛り上げてくれましたね。銀山マ、鬼山マね。それからですね、あ、ほら見てください、今ちょっと置こうとしただけで羽が取れてしまいました。これまた後でね、つけますけども、はい、非常に細かくなっております。で、これ最初に撮ったのがこれで、ホルン。これで楽器シリーズで全部あるんですよね。ホルンだ、トランペットだ、全部ありまして。これをみんな揃えると、これまた楽しいでしょうね。音楽好きはね、これみんな集めたくなると思います。はい。オーケストラができちゃったりしてね。管弦楽だ、できます。これでね。はい。まあ、こんなところに目をつけるのもガチャガチャの魅力なんだろうと思いますね。で、結構同じガチャガチャがね、何台も人気のものはあるんですけども、その中で、ああ、やっぱり人気なのねというのがこれです。オールナイトニッポングッズです。ガチャガチャで撮りました。これマイクです。日本放送のスタジオにあるマイクと同じですね。こうなって、で、下にちゃんとこう台みたいなのがついてて、これも細かくてですね、マイクね。で、それからこれが入ってました。デジタル機器の、時計の表示ですね。これはもう今でも使われておりまして、スタジオの、こう、自分が喋っている、このマイクロフォンの脇に、このデジタルがあって、で、これを見ながら、何分何秒で曲行きますとかね、CM ですとかなんか言われて、こう、イヤホンしながらね、それを聞きながら、まあ、放送していると、いうことで、オールナイトニッポンもですね、55周年っていう、そういうね、まあ、時期でもありまして、結構人気のガチャガチャになっております。で、ガチャガチャの森はね、さっきも言いましたように1240台あるっていうんですけども、これね、全部見てるのね、すごい大変なんです。だから、池袋へ行って、お時間があったら、例のガチャガチャの森に行ってですね、何があるのか、ゆっくり、歩を進めて、一台一台確認してみるのも、結構面白いと思います。こんなのもあるんですね。酒のある喜びなんていう。こんなの。これやってないんですよ、ガチャガチャ。だから飲めるのが出てくるのか、何が出てくるのか僕全然知らないんですけど、400円。ちょっと火がつけばみんなガチャガチャになり得ますね。はい。いつまで続くんでしょうか。ガチャガチャの動画、面白かったです。駅や家電量販店でもよく見かけますが、本当にいろんなガチャガチャがありますね。ついこの間、駅でこんなガチャガチャを見かけました。機会があったら回してみてください。これが50代のね、サウナスキーさん。ということで、まあ、何か、童心に帰るっていうんですかね。もう小さい時のね、懐かしい思い出がね、わーっとこう蘇る、うん。そんなもんですね、ガチャガチャは。なかなかいいと思います。で、それからね、駒込行きまして、ソメイヨシノ通り、ソメイ通りか。あの辺、こっちが陸芸です。こっちが何ですってね。クイギさんが、
紹介してくれましたけども、駒込は通過だけではもったいないという埼玉の52歳のウィリアムさん、駒込ロケの回を拝聴しました。ああ、そうですか。ありがとうございます。毎日通勤で駒込駅を通過していますが、小さい頃、陸軍園によく行っていました。早口言葉でね、駒込の駒取りが粉まごめ食うた、なんとかありまして。私もアナウンサー1年生の時、一生懸命やりました。桜のソメイヨシノ発祥の地は知っていましたが、旧ソメイ村はどこなのだろうと思ってみました。秀武さんの駒込散策をね、見まして、また駒込に行きたくなりましたっていう、52歳のね、男性からいただいております。ということでですね、まあ、ガチャガチャは一種お遊びだとは思いますけども、たくさんやれば、そう安い遊びではありませんね。だけどこういうね、品物をゲットすると、細かいけども非常に精巧にできてまして、案外細かくね、できてるんですよね。だからそれが楽しめるんじゃないでしょうか。自分のデスクとか、ね、家でも職場でも、なんか好きな、こういうもの。はい。管楽器が好きだったらこういうものをね、そばに置く。ね。あるいは、スカイライン 2000GTR、車が好きだったらこういうものをね、そばに置く。まあ、そんなんで結構ですね、楽しめるのではないかと思います。前にある心理学の先生がね、言ってました。日常の心をね、ハッピーに保つには、常に、この時は楽しかったなぁと思うような経験をした時の写真とかね、それからこいつに会うと俺元気になるんだよねというような、そういう人の写真とか、そんなものをいつも身近に置いといて、たまに見返すとまた元気が出るなんていうことを言ってました。だからそんなね、なんか素朴な夢にもつながるところが、このガチャガチャにはあるような気がします。池袋に行ったらぜひ行ってみてください。ガチャガチャの森。はい。今週もですね、月曜日ガチャガチャご報告で、これで終了ですけども、いろいろ川柳その他浮かびましたら、こちらの方に今週もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で失礼します。ではまた明日。どうも。